えー、これマカオ、えー、朝日新聞なんですけど、マカオが一国二制度の優等生だっいう話なんですね。はい まあ、香港はイギリスから返還されましたえマカオはポルトガル領だったんですけども同じ時期にですね中国に返還されましたで香港はああやってボーでデモが起き、まあ、中国側は暴徒だと言ってますけどもそれに対してマカオはですね一国二制度の優等生という工程ですねはい経済治安は好転強まる市民監視 いやですね何もできないですよねはいちょっと読んでいきましょう「世界の有数カジノの街として知られるマカオが20日ポルトガルから中国に返還されて20周年を迎える」 同じ一国二制度下にある香港で抗議デモが続くのに対しマカオは問題を抱えつつも中国との融合を、えー、歓迎する声が主流式典のため現地入りした中国の習近平国家主席は一国二制度の成功例として誇示することで香港を牽制する狙いもありそうだ。 外国の勢力から金をもらって動いてい、いているのか ?8 月、マカオの警察署の取調室に警官の大きな声が響いた。追及を受けたのは、マカオに住む20代の女性。香港であった抗議デモに友人と参加したことを理由に、約6時間にわたって拘束尋問された。女性は香港のデモが始まってから、マカオでも自由の侵害が進んでいると感じる。警察の力が強まるばかりだ。 背後にいいる中国の影響が大きいと嘆いた香港の民主派の関係者や記者らがマカオへ入居しようとして当局に拒否されるケースも相次いでいる変わったのはそれだけではない観光名所のセーポール・ 天守堂跡では監視カメラが光目を光らせているマカオ政府は約1600の監視カメラを設置し顔認証機能も導入する予定民主派の立法会議員のソ・カゴ氏は政府は国家の安全を口実に市民を監視下に置こうとしていると懸念するこうした動きの背景には中国の意向があるとみられるが異議を唱える声は小さい 経済発展や社会の安定に力を入れる中国政府の姿勢は、返還前を知る市民に響く面があるからだ。英国の統治下で香港が貿易拠点として繁栄したのに対し、マカオは宗主国ポルトガルからの支援が限られ、発展が遅れた。カジノ利権に群がるマフィアが構想を繰り広げ、治安も乱れた。ただが、1999年の返還後、状況は一変する。 カジノ市場の開放を機にラスベガスなどの大手資本が参入し産業が一気に拡大中国本土や世界の富裕層を吸い寄せた人口1人当たりの GDP は返還後5倍以上に増えて香港を抜き去り2018年現在世界約200の国地域の中で3位に飛躍した。 格差の拡大など成長の影もあるが返還前と比べ暮らしが改善されたとの実感は市民に浸透しているということですね。はいうーん で結局、ここにも書いてあるんですけどマカオはもう中国のいなりになってきたということなんですね、えー、政治的に対立することがないだから優等生と治安もいいと経済もいいということなんでしょうね、えー、それが中国と香港との関係をですね、えー、比べるとですねこれはあの大きな違いがあるということでしょう。はい、えー、ままああこのね、まあ、あ抑圧され えねメとムチを使い分けられで、えー、黙ってれば、ね、この、ね、自由,自由限られてるかもしれないけどもその自由と、えー、富は享受してよいよと、えー、文句言うんだったら全部持ってくぞというようなですねだからあの怖さと嫌、ね、な優しさと。 そういう飴とムチでですね、上手にマカオを味方に引き寄せてきたという、まあ、香港のデモに参加しただけで、6時間尋問されるって、これはおかしいですからね。はい。